マドンナ・デル・オルモの戦い、または、クーネオの戦いは、オーストリア継承戦争中の1744年9月30日、クーネオ近郊にて行われた戦闘。戦闘は、スペイン王国とフランス王国軍がサルデーニャ王国軍に勝利した結果となったが、戦況を大きく変えることはなかった。クーネオの戦いは1744年中期において、 フランスとスペインの政策の相違によってもたらされた。すなわち、スペインはイタリア海岸に沿って進軍し、ジェノバを通過してパルマあたりを占領したかった。これは、スペインをフェリペ5世と王妃エリザベッタ・ファルネーゼが息子フェリペ王子のための領地を保守したためであった。一方、フランスはサルデーニャ王国を屈服させて、オーストリアとの同盟から離脱させるか、 あわよくば戦争からも離脱させようとした。フランス軍の指揮官、コンティコー、ルイ・フランソワ一世は、スペインの戦争計画が不安定で採用できないと考え、一方、エリザベッタは、自らの目的が、ブルボン家の連合軍にとって、最も重要であると考えて、反対意見を入れようとしなかった。結局両者は妥協してまず、サルデーニャを屈服させてからロンバルディアへ進軍して、 フェリペ王子のための領地を確保するとした。ピエモンテへの進行計画はフランスの山岳戦専門家であるピエール・ジョゼフ・ブルセによって建てられた。ピエモンテに進行する軍にとって一番の問題は賛同を超えることにあった。たとえ少数の守備軍でも進軍を阻止することができたのである。ブルセの考えは3万3000対2万5000という優勢では 新興軍を数種に分けて進軍することが最も効果的であるというものだった。後世が新島戦術と呼ぶ。この戦術ではサルデーニャ軍を容易に包囲することができ、最も予想されない場所から攻撃できる。そして前線全体に圧力をかけることによってサルデーニャ軍の守備はどこかで破綻をきたし、そこで軍を合流させて一気に突破できる。 この考えを目頭に置き、フランスとスペインの連合軍は6月にドーフィネ地域で集結、続いてブリアンソンとサンテティエンヌの間の前線に進んだ。7月5日、連合軍は9個渋滞に分けて出発、ピエモンテの中心地へと向かった。コンティコとラミナコは抗論したが、初期ではいくつかの勝利を得た。連合軍はストゥーラディ・デルモンテ川まで進むと、 広さ6メートルのアイロに直面した。ブルセの助言に従い、アイロの南北に位置する部隊は山を進んで、サルデーニャ軍の後ろまで進み、サルデーニャ軍も罠にはまることを避けるべく戦闘せずに撤退した。そして、今度も指導に従い、連合軍はステューラカハンに集中して、サルデーニャ軍の守備のほころびを利用しようとした。連合軍は7月19日には、 カステルデルフィーノの戦いで勝利、さらにクーネオまでの最後の幼稚であるデモンテが8月17日に本気港に降伏した。フェリペ王子の肖像画、ルイルネビアリ作、1740年。プロイセン王フリードリヒ2世がボヘミアに進軍していたため、サルデーニャ王、カルロエマヌエーレ3世はクーネオ守備軍の大半を治療から出さなければならなかった。そのため、 彼は、自軍2万5000を、サルツォに待機させた。クーネオ中流軍の指揮には、カンポサンとの戦いで活躍した、カール・ジーク・ムント・フリードリヒビルヘルム・ロイトゥルム・フォン、エルティンゲン将軍を任命、また民兵隊を招集して、ゲリラ活動に当たらせた。クーネオの包囲は9月12日から13日に、かけての夜に始まった。コンティコーの計画では軍を3点に分け、 一つを包囲に、一つをカルロエマヌエーレ3世の軍勢への対抗に、さらにもう一つを順らに使った。ロイトルムは、大砲が敵残豪に照準しやすい要証明を使ったり、突撃隊をたびたび出したりしたが、それでも28日には本機構の軍勢が要塞に迫ってきた。カルロエマヌエーレ3世はここで行動を決めた。カルロエマヌエーレ三世は数的に劣勢である以上、 クーネオを,を救うには大胆な計画が必要であると考えた。彼は自軍の目的を5つ考えたフランススペイン連合軍との海戦クーネオへ補給を送り負傷者を運び出す。クーネオの周りにある連合軍の全勝地を攻撃する。ロイトルムは突撃部隊を率いてゲッソ川東岸にある工場捕類を破壊する。 民兵隊は、ステューラ川付近の連合軍との連絡線を破壊する。この計画の利点は、一つ目の目的によりコンティコを取ら、港がサルデーニャ本軍に気を取られ、他の四つの目的に気づかない限り、カルロエ・マヌエーレ三世は、海戦に勝つ、必要性がないことにあった。これら四目的が達成されれば、冬が近づいたこともあり、フランスとスペイン軍はやがて、 フランスへの撤収を余儀なくされる。カルロエマヌエーレ3世は、時間を稼ごうとしたのだった。9月末、カルロエマヌエーレ3世は自軍を、サルッツォからクーネオに進ませ、同時に、コンティコーも、自軍を前進させた。コンティコーは9月29日の日没には、カラーリオとマドンナ・デルオルモの間に陣地を構え、一方翌朝には、カルロエマヌエーレ3世が自軍を、 コンティコーと対面させた。戦闘は、正午ごろ、サルデーニャ軍がオーストリアから借りてきたクロアチア機兵が、マドンナ・デルオルモに向けて突撃したことで始まった。しかし、クロアチア機兵の突撃は撃退され、サルデーニャ軍の敵弾兵でも突破できなかった。逆側のフランス軍も、溝やバリケードでうまく進めなかった。しかし、コンティコーは砲兵を使って、不評攻撃の援護とした。 中央部では一進一退を繰り返し、やがてカルロエマヌエーレ3世はマドンナ・デルオルモの占領が不可能であると考えて撤退を命じた。戦闘は夜には終わった。サルゲーニャ軍2万5000のうち死傷者は4400人であり、一方連合軍の損害は2700人とより少ない上、コンティコーはまだ軍勢を温存していた。連合軍は確かに勝利したが、 その夜には、カルロエマヌエレ3世の計画が、ほぼ成功を収めたことが分かった。クーネオ近くのフランススペイン連合軍全招地は、無傷であったが、工場捕類は破壊され、中流軍は補給と増援を受け、今期港は、連絡を切断された。さらに、10月1日に、雨が降って残豪が浸水し、道路が破壊された。10月11日、連合軍は、 参謀会議を開き、冬が近づいたことと包囲戦が終わりそうもないことにより、撤退が決定された。連合軍は11月19日までに、アルプス山脈を越えて、撤退、翌20日には、雪が降り始めた。ありがとうございます。